まあこの面積をプランター2台でカバーするのは結構大変だけどね。まあ金があるからもうちょっと買えばいいじゃんっつうけど、トラクターが足りてない、ハイパワーのトラクターが。はい、じゃあ液体肥料も詰めちゃいましょう。これはトウモロコシじゃないで、ここは綿花ですね。はい、お願いします。 OK ですね。はい、じゃあこっちも種と肥料補給してひまわりの作付けいかないとね。ひまわり畑はね、今のところあんま増やさなくてもいいかなと思ってるんですよね。まあ、強いて言うとキャノーラ畑の一つをね、ひまわりにね分割するのもありかなとは思いますけど、まだやっぱラグいね、若干。昔はな、ほんとこんぐらいのラグはね、前も言ったかもしれないけど、10年ぐらい前だとね、こんぐらいのラグ気にしてなかったんですけどね。なんか最近快適かプレイばっかりしてたから、このぐらいのラグでも気になるようになっちゃいましたよね。はい、お願いします。はい、 OK ですね。であとやることはキャノーラはほっといていいとして、ひまわり綿花の作付け始めた。じゃあトウモロコシの作付けですね。こっちでいいか。ニューホランド使いましょう、せっかくだったら。ハイパワーだから。あ、そうか、最近はこればっかり使ってたんか、向こうでも。まあ 12m あれば十分ですからね、ぶっちゃけ。より時短作業をしたいんだったらこういうでかいのはいいけど、コースプレイもね、まともに動いてくれなかったりする場合もあったりしますからね、これは。はい、広げちゃってください。はい、眠い。今日もやっぱり眠くなっちゃってますね。これうまくいかないね。ああ、まだ時期じゃねえのか、トウモロコシ。トウモロコシいつだ。トウモロコシ奥付きですね。じゃあとりあえずは綿花だけやっちゃうか。綿花だけとりあえず終わらしとかないとね。で、石灰もね、巻く準備しとかないと。めんどくさ、この1ヶ月のズレっつうのが。フィニッシュドワーク、まあ、なんか終わったってことだけど、多分プラウかけですね。あれ、いろいろ終わってるな。ちょっと待って、何やろうとしてたんだっけ。完璧寝ぼけてますね。石灰か、33番に巻くんだな。あんま使いたくねえけど、これ使うか。はい、とりあえずね、時計回りじゃないで反時計回りにしたらね、動くようになりました。なんじゃそらって感じですけどね。まあいいや、とりあえず片付けられるやつは片付けちゃいましょう。もうプラウこっちはかけるところないもんね。向こうには残ってるけど。はい、これはちょっと戻しときましょう。なんか頭が全然回ってねえな。まだ全然手つけてないですもんね、トウモロコシとか。はい、とこね、作付けしないとほんともったいないですからね、時間が。はい、で次はこれで25の畑やったら終わりですね。でこっちも作付け入っちゃいましょう。てか入ってるな、入ってる入ってる。今下手限定出すとね、あんまよろしくないでしょうからね。はい、じゃあお願いします。はい、で次はとりあえずこっちのね、作付けしないとね。なぜかね、反応してくんなかったんでね。参戦リストから名前が消えてんでしょうかね。久々のアメリカチームだなんて思ったのに。
か何度も失敗してるけど、そういえばあれなんですね、そこは作付けできないというところで、あれもうプラ掛け終わった、あ、石灰巻きかこっちは。いやマジで眠いな、ほんとちょっとね妙なテンションでごめんなさいね。ほんと最初はねハイテンションで行こうなんて感じでやってたけど、だんだんとテンション落ちてってますもんね。はい、石灰だけ補充しておきましょう。思いのほか時間がかかる。はい、肥料の補充で、他はやんなくちゃいけないのはここか。これはいいんだ、止まったままで。で、ああそうか、綿花の作付けですね。なんか忘れてると思ったら、はい、こっちのニューホランドでやってジョンディアで行きましょうかたまには使ってあげないとね。馬力はね中途半端に300馬力ありますから、あと50馬力多ければな大丈夫なんですけどね。ただまあプロフィール欄にも書いてあると思うんですけど、そもそも眠気に弱いんですよね。もうある意味糖尿の後継症って感じだけど、とにかく眠いんですよ。あれちょっと待って、俺今何やろうとしてる、もうこんがらがってきた。ちょっと待ってくださいね。はい、迷ってるうちにこっちのねひまわりの作付け終了ですね。こっち行きましょう。あ、そうだ、綿花の作付けだよな。はい、OK ですね。走り出しました。よし、なんとなく、よし、頭が回るようになってきたぞ。ようやく完璧寝てましたね。ほんとやばい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 。とりあえず石灰ですよ、石灰。綿花の畑、ああなんでこれこっちまで来てんだ、これ向こうの石灰巻きのやつですもんね。完璧に寝ちゃってるね。うん、問題ないですね。で、こっちはもうプラをかけ終わったんでしょ。あ、そうか、まだデータがねえんだ。買っときましょう、買っときましょう。一回巻いてんだな、データ買ってない状態で。はい、終了終了。いやもうこっちは綿花やっちゃうか。時間がもったいねえもんな。そっちはトウモロコシだから、綿花はねそこの一面だけですね、今石灰巻いてるところ。なんでガードレールあんのかよ、紛らわしい、見づら。はい、じゃあお願いします。 OK ですね。で、どこの仕事が終わったんだ、これだ。はい、じゃあ次の畑行きましょう。はい、お願いします。で、あと他はこれをとりあえず動かしとかないとね。ケース IH だから、もともと向こうのやつだから向こうに置いときましょう。じゃあね、もうペーハー問題ないはずなんでね。で、あとはジョンディア片付けとこう。何に使おうとしたんだっけ俺これ。完璧に覚えてねえよ、記憶が完璧飛んでますね。おっかねえよな。まあ自分でね多分ね編集しながらこんなこと喋ってたんだってね感じになるんでしょうけどね。ほんともう何やってたのか記憶にないですもんね。雰囲気でやっていくしかない。